ぷやトーク、はい、マリさん、あーイエーイマリさん、ほなご紹介を、よろしくお願いします。正月早々、ゆうこさん、はい、いいです、めでたいですよね。お正月早々ありがとうございます。いえいえ、桃滝桜、素晴らしい、本当に感動いたします。あの、そちらの方で拝見してまして、はい、おう、こうなりました。なにそれ、ラブ、あ、ラブな、ハートのマークやったよね。ありがとうございます。もう、あの、いつもね、ニコニコして、はい、マリさんもニコニコして、あの、いろんな歌歌われる。何でもやられるじゃないですか。あの、私の基本的に嫌いじゃないですか。だからね、周りが許せる範囲なら、私も一回やりたいなと思うことは見てて多々あります。ああ、え、キタロウ、大好きだから、クリスマスでもサンタさんの格好したりとか、そうなんや。自分のね、初恋の時にメイドをやったことあるんです。メイド。ご主人さん、いらっしゃいませとか言うて、思ってお迎えして、そんなこともやったことあるんですよ。そうそう、意外意外。意外でした、ほんまに。ね、意外です。いや、もう、あの、本当にね、やりたいなという時があります。じゃあ、飛び入れで。はい。その時何かやるんであれば、はい、入りたいな、すごい嬉しい。だから、あの、次回やる時に、はい、あの、木下、前もって、決まったら、なんか今回はこう、皆さんでこういうのやりますよ、いうのあったら、はい、入れてほしい。いい、いい。すごい、でも、あの、いつもね、何でもやられるし、何でもやられるし、いや、あの、切られるじゃないですか。はい、で、あの、木下ゆうこさんの、話しようと思ってるんだけど、そう、なんか逆転してるやん。あの、いやいやいや、あ、そうなんや。じゃあ後ほど、あと細かいことは番組で、細かいことちゃうね、大きなことは番組でよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ撮ってるよ。